始まりました。スミフコのやばい帝国。今骨折してるね。あまりすみません。スミフコのやばい帝国。はい。今日はちょっと毛色が違うくてですね、私の方に届いたあのこれって何ですかっていう話。なんかでカルト的な話。メールが来た。メールが来て、で私もわかんないので、もし よかったら視聴者の方にいろいろコメントとか募りたいなって。いうじゃあこれにでもうちょっと情報募ろうっていう企画ね。はい。一つ目は、えっと、新宿のゴールデン街のダーリンっていう、ああ、知って知ってね、結構有名ですよね。お店で。でしたっけ俳優さんがやってるとこで。そうです。働いている女優さんのトヨーカさんっていう方。トヨかんみさん。みって、あの、んに。 まみむめものみなんですけど和音のにみみみみ豊は豊は普通に豊かので豊花は豊岡さんなんですけど豊岡みすごい可愛い子生卵みたいなやつねそう私直接会い会ってないんですけどたまたまダーリンにベロベロになっていったらなんかあのつみさんのこと好きな人がいてずっとその子が探している話がある。 って言われて聞いたら私も聞いたことがない話だったんで。海さんが隅さんのことを好きなの？そうなんか知ってたんだけど。海さんと隅ささんが隅 S 抜いたみたいなあ違うそれ海だ。いやはい。でどんな話かというとエリア51で食べられている月の肉について。

で多くの人が検索していたはずです、うん、月の肉肉について月の肉ってことはあはでしょはいあの月ムーンのムーンのミート,ミート、うん、で月のこありますないんですよ <laughs> えそれ何年ぐらい前なんですかだから13年から15年ぐらい前にまあ我々も一応ちゃんと そう流行っていたはずだと、うん、でエリア51関連の話であることは間違いないと思いますずいぶん前のことなので、うん、記憶違いという可能性もあるかもしれません月の肉を初めて見たのは13年から、うん、え15年前のヤフーでしたうん、うん、当時オカルトや都市伝説をネットで定期的に調べていて、うんうん、たまたま見つけたのが月の肉でしたうん、うん 頻繁にオカルト都市伝説宇宙人で検索していたので、うん、その時に何ののワードで検索したのかは覚えていません、うん、私の見た記,憶あ記事情報サイトのようなサイトでは、うん、元エリア51の職員の夫が行方不明だという内容でした。うん、その妻の妻証言によると、うん エリア51ではお偉いさんしか入れない部屋で月の肉がこっそり食べられているということを失踪前に夫が話していたということです。そしてし。いいやつなんだね、月の肉っていうのは。だから秘密の肉なんで。すね。ねうん、で、失踪する直前、ご夫婦で暮らしていた家にエリア51の職員が訪ねてきたのだそうです。うん で、このサイトを見た後に元の,その職員がどうなったのかを知りたくて何度か検索したのですが月の肉を知った直後やしばらくの間はオカルトのスレッドなどで掲示板とかで月の肉の話が出てきたりネットでも検索ワードで表示されていたのですが数年がたち全く情報が出てこなくなりましたえこれは一体どういうことなのでしょう 誰かあの都市伝説やオカルトが好きな方月の肉はご存知ないでしょうか、うん、という話なんですが私もこれを聞いて、はい、それこそムー関連の方々とか周りに都市伝説好きな方いっぱいいるので聞いたらね一、うん、人ヤフーで見たっていう人がいたんですよ。 いや、うろ覚えだから、月の肉って書いてあったかどうかは。でも、それフ風で見たぐらいのレベルってことは、あんまり詳しいことは知らない。知らないって、確かにそんなのあったねって言った人が。十五六人ぐらいには聞いたと思うんですけど、一人だけいました。えっと、うちらよりちょっと上ぐらい、同い年か上ぐらいの。あの男性の方なんですけど、でも、それ以外の人は。一切この情報を知らなくて。 そもそもさ月の肉って何って月の石岩のことそれとも月にいる宇宙人の肉のことなのかわけわかんないっていうハギの月みたいだけどね月の肉って確かにそうだねなんかいいお土産やっぱりそうそうそうでも例えばだけど八尾一人一さんとかあとあの佐藤さんあの佐藤健二さんとかああいうなんかちょっとエリア51う 行ったことある人とか、うん、あの人たちを知ってんですかねいや多分これ知らないはわかんないだから、うん、とにかくこのニュースを見たっていう人に話を聞いてみたいですよね、うんうん、あのもしかしたらこれマンデラ効果って知ってますなんでたっけ？集団記憶違いしし死んでると思ったみたいな、ね、そう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 、うん マンデラさんがもう死んでると思ったらまだあの韓国にいてやっと出てきた段階だったみたいなでもほとんどの人たちは死んだっていう記事を新聞で見たっていう半数ぐらいがこれマンデラ効果っていうんですけどこれもしかしたらマンデラ効果の一つかなと思ってて月の肉に関してそういうことは実際ないってこといや実際あった世界線があるってこと月の肉の世界線と月の肉じゃない世界線の人たちがいて。 日本人の10人に1人ぐらいは月の肉にネットで遭遇している世界線に行ってたっていう。うんうん、だけど大半の人が行ってないから、うん、もう亡くなったってことそう。な気がするけどねどねうういうこと要するにだからなもうものすごい少ないんじゃない見てた人って盛り上がってたと言っても。 でもこの13年前って私も相当検索してる頃なんで13年前は全然検索してるよね、うん、まあ検索してる頃っていう言葉が <laughs> <laughs> 初めて聞いたわけだけど <laughs> まあバリバリ検索してたんでしょうねてて私なんかはもうオカルト検索しまくってるんでそうだよねえとかの何年前ですかは10年前ぐらいですけどもうそ,そ,かその前からやっぱ好きだから、まあ、個人的にとかの準備期間ぐらいの頃ですねうんそうそう、うん ははは。でもこれ英語で検索したんですけど、なんて言ったんですか。ミートとかあのムーンオブザミートとか、はい。あ逆か。はい。あのミートオブザムーンとか、あのエリア51ムーンミートとかで検索したが一切出てこないですね。うん。えじゃあこれはちょっとつ皆さん見てる方？うん。 はい、情報を求むということであの肉ほんとでも一切わかんないですねその言葉だけじゃそ<う>想像もつかないっていうか、うん、まあなんとなくだけどさすがに宇宙人の肉とかじゃなさそうだよねえ私はパッと聞いてもう宇宙人の肉だと思ったのそれか、うん、あの月には、えー、と人間の奴隷が収監されてるとか。うん <laughs> でもさか裏側とか、ね、裏側とかか秘密があってとかなんかさどっちかっていうとさ、うん、月とか宇宙人の方が上位にいるイメージなんだよね俺あ<ー>、うん、そうするとさなんかそんな食わしてもらえないような気がしないむしろ食われる側のような気がしないあでもだからエリア51でそんな秘密結社た、うん、的に秘密の部屋で食べられてたんじゃないの貴重な,なあいつらで作ってやれみたいなうんうん捕まえたしみたいな。うん 人それかそれかだけどもうなんかそれを食べさせることによってその支配が進むとかなんかあるかもしれないよね。ああなるほどねそしたら俺らみたいになれるぞみたいなああちょっとあのあれですね血の兄弟血を分けた兄弟じゃないけど。 呪術的な。反射的な。反射的って、そっちの、そっちの反射的初めて聞いたなんか、坂き的なイメージじゃないんですかちょっとじゃあ。そういうのも、うん。で、だからやっぱ月陰謀論多いんで、そのうちの一つのピースになると面白いなと思って。えっと、もう一つは、えー、 はじめまして沖縄出身で今でも沖縄に住んでいます。はい、幼い頃から父が UFO の話題になるたびに話す話があるのですが、うんうん、ないえー、えー、と話してもいろんな方に話してもあのそんなことはなかったと言われてし,、うん、しまいますみたいな同じような話なんですけれども、うん、えー、これはマーちゃんマーチャンという方からいただきました。はいはい、私は1985年生まれなのですが、はい、えー、その前後なので80年代に、はい 沖縄の金町、えっと、金に、え武士の武と書いて、町と書いて、金町と呼ぶらしいんですけど、金町のお祭りで UFO が出たという話です。その祭りに来た数百名が目撃したそうです。それが新聞にも載ってたと父はよく話しているのですが、最近その話になり、信じない私に、でも父は本当だよ。 の人に聞いたんだよ光ってるあれは何ってみんなで大騒ぎしてそれでも近づいてくる UFO にもう本当に騒然となって電柱に近づいた瞬間お祭りで使っていた全照明が消えたそうなんですよで、えー、と「未知との遭遇みたいだったそうだと」とこれで、えー、とてもメディアも騒いで新聞にも載ったということを聞いているんだと。で「緊張では有名な話らしい」と言っているんですが。 あの周りに聞いても余を得ませんと。はい、覚えておきない。うん、そうですね。これ何年前でしたっけ？ええ、八十年代の頃です。よ、四十年前ぐらいの話ですね。それは結構ですね。はい。で、新聞に出たって言ってるのにテレビや YouTube でもこの話を聞かないので、なぜでしょう？新聞に出たんだったらさすがに図書館あたりでいいじゃないのその近郊の。そうですよね。近くの沖縄の図書館？ 一応ねなんかその沖縄の、うん、あの記者の方にこの話を聞いたんですですけどやっぱわかんないって言ってて <laughs> まあそれはね<し><し>調べてねその人は <laughs> いや調べてみたけどわかんないって図書館とかでもないのかな図書館のバックナンバーとか、うんうん、新聞だったらさすがに調べられそうだけどねネットにはねとりあえず出てこなかった。うん 私が調べた限りでは緊張祭り、うん、UFO とかでは確かに出てこないんですよね<ー>実際にあったのでしょうかなんか探偵さん人スクープみたいになってきたねそう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  <laughs>、うん、でもこれでもさ結論が両方出なかったら我々どうしよういやでも緊張は最悪俺ら行きましょうよじゃんあそうですねで図書館調べたり、うん、聞き込みすればいいじゃんあそういえばだってさ、うん、あの無料チケット残ってんじゃん 半額か半額チケット我々はね支援者から飛行機ちょっと安く乗れるやつを手に入れましたんでじゃあそれで行こう緊張にっちょっとその事前情報欲しいんでねそうですね他にだから緊張の情報を知ってる方がいたら教えていただいてそれを頼りに行ってみ緊張近辺の UFO 目撃談80年代そうですね UFO が来て全照明が落ちた祭りがあったとはい ということでした、はい、なので情報をはいちょっとカメラに向かってちょっとじゃあ募集を改めて言ってください 2>,、はい、2つ 2> えと。月の肉に関してお見かけしたことがある方見か,け見かけたことがある方また緊張の UFO 情報についてご存知の方ぜひコメントやメールでご連絡ください。 よろしくお願いします。お待ちしてます。お待ちしてまーす。まーすチャンネル登録と高評価をぜひよろよろみたいな。<laughs>